欅はブリッジの端末でデータを調べろって言っていたな。よくわからねえけど。状況認識プログラムを開始します。データ更新を確認中。データ更新を確認しました。データ数に異常が見つかりました。異常の原因をサーチします。この解析には数日かかります。な、数日だと？時間かかりすぎだろ。手こずってるようね。パイ、あなたがエリアハッキングをしてくれたおかげでマクアヌとネットスラムを再接続することができたわ。端末の操作は私に任せて、時間を短縮するように操作するわ。あなたは彼らと話をしてきたら？え？彼ら？あなたの仲間たちに声をかけてきたのよ。みんなこのネットスラムに集まってくれたわ。みんな来てくれたのか。全員と話をしておこう。師匠もね、ハセオのことを聞いてザ・ワールドに来たがってたよ。だけどリアルの都合がどうしてもつかなくって、行きたいと思う自分に呆れ、行けなくてがっかりしてる自分にびっくりってところだな。だってだから私が師匠の分までハセオをサポートするよ。欅様、ネットスラムを守るためにご自身がおとりになるなんて無茶なことを。ご視察などと嘘までついて。楓。いいえ、分かっています。こたびのことを月の木メンバーに打ち明けなかったのは、私たちを危険に巻き込むまいというご配慮なのでしょう。ですがあのお方の場合は私たちなどよりもよほど。お？欅様の身が心配です。長谷尾殿、欅様のことを何とぞお願いいたします。ハセオ、ナブで頑張ってんだってな。パイにいろいろ聞いてるぜ。調子はどうだ？俺の方は全然良くないんだよな。ザ・ワールド運営停止のおかげで女の子たちと連絡がつかなくなっちゃってさ、ゲームの切れ目が縁の切れ目というか、とほほほ。クーンは相変わらずだな。リアルでも最近いいことが全くないんだよな。 GU 解散した後、メンバーの中で俺だけどこにも行き場がなくてな。パイはナブに転職してキャリアアップしてるし、ヤタは CC 社辞めたってトレーダーとか何かでもともと悠々自適に暮らしてるようなやつだし。そういえばヤタの姿が見えないな。あいつのことだ。またどこかで何か企んでるんだろう。まあ俺たちのことは置いといてだ。お前さ、単にゲームするために戻ってきたわけじゃないんだろう。俺も他のみんなもお前の力になりたくてここに来てる。どんどん頼ってくれよ。一人で抱え込まずにな。ネットスラムに来るのは久しぶりなんだぞ。ネットスラムにいる人たちってサポートが必要そうじゃないものね。
アリーナから離れたせいでバトルの勘が鈍ったように思ってたんだけど、何回か戦ったらすぐ調子を取り戻せたよ。ハセオ、エリアに行くときは誘えよな。エンデュランス、来てくれたのか。違うよ。え？来てくれたのは君の方だよ、ハセオ。ああ、この時を僕はどんなに待ち焦がれただろう。このザ・ワールドへ、僕の元へ、ついに。ハセオ、君は帰ってきてくれたんだね。ああ、まあな。ハセオ、君は僕の主だ。僕は君の剣だ。剣は主の意のままに。僕は君のために戦うよ。ボウ、元気だったか。サクの方も。サクは最近出てきてくれないの。そうか。サクはボウの心の中に宿った別人格で、ボウを守るために生まれた存在だ。サクが出なくなったってことは、ボウはもうリアルで大丈夫なんだな。ハセお兄ちゃんはアイナちゃんのお兄さんのことでここに戻ってきたんでしょ。僕がサクを思うみたいに、ハセお兄ちゃんはあの人のことを思ってる。僕にできることなら何でも言ってね。サクがいたら、サクもきっとそういうはずだから。ボウ、ありがとな。へっ、言うわけあるか。え、うちがおらんと思ってホッとしたやろ。ところがどっこい、そうは問屋がおるさへん。あんたがエン様にちょっかいかけへんよ、見張っとかなあかんからな。お前、サクか。そうや、他の誰やと思っとんねん、バカハセオ。ボウにはボウがしたいようにさせとくけどな。ボウがあんたを助けたい言うんなら、うちも邪魔せえへんわ。けど、ボウを危ない目に遭わせたら承知せえへんで。それと、エン様にひっつきすぎんなや。あ、今、サクが出てたよね。よかった。もう会えないかもって思ってた。そうか、よかったな。ハセオを手助けするためにたくさんの人たちが集まってくれてる。黄昏の旅団の頃の大判みたいに。ハセオさん、オーバンさんを助けるまで頑張りましょう。私も頑張ります。ハセオさん。アイナ、お前も来たのか。ハセオさん、バイさんに話を聞きました。ハセオさんがすでに力を失っていたことを、兄さんを助けるために
ナブで活動していたこと、兄さんを見つけたこと。ああ、兄さん自身がリアルへの復帰を拒絶していて、それで兄さんの精神は戻ってこないのかもしれないとパイさんから聞きました。だから長谷尾さんは全て黙っていたのですか？私がショックを受けるからと。アイナ、お前がそんなことを考える必要はねえよ。なことよりオーバンが戻ってきた時になんて言って出迎えるかってことを考えろ。任せろ、オーバンは俺が必ず連れ戻す。長谷尾さん、兄さんをお願いします。これで全員と話をしたな。データの解析結果が気になる。よし、ブリッジに戻ってみよう。ちょうどいいタイミングね。今データ解析が終わったところよ。こんなに早く済んだのはあなたのおかげね、ハセオ。俺の？あなたがナブで基礎調査を積み重ねてきたことがこのデータ解析の短縮につながったのよ。さてと、解析結果について説明するわね。前に言ったこと覚えてる？ザ・ワールドが今不安定な状態にあると。あなたが戦ったベガルタは自立制御できなくなったザ・ワールドが生んでしまった混沌の産物、滅びゆく世界に歯向かい、それでも生き延びようとあがく存在。なんだっていい。あの化け物を倒すにはどうすればいいんだ？ハセオ、これを使いなさい。これは？ザ・ワールドの崩壊を食い止めるプログラムよ。いつの間にこんなものを？それもあなたのせいか。あなたがナブで積み重ねた基礎調査をもとにして作られたものよ。ザ・ワールドの歪みによって生まれた怪物なら、その歪みを少しでも矯正することで力を弱められるはず。わかった、こいつを使えばいいんだな。ちょっと待って、ベガルタの現在の居場所も割り出すわ。一つ知らせておくわね。世界のデータの崩壊が加速度的に進み始めている。この分だと当初想定したよりもずっと早いタイミングでザ・ワールド・リビジョン2は消滅する確率が高いわ。わかった、時間がない、急がねえと。シグマサーバー、神様。
お待ちしていました。再び戦いに行くのですね。いや、長谷尾は俺だっての。あ、失礼しました。
なかなか顔と名前が一致しなくて困りますね。さあ、先へ急ぎましょう。兄を助け出すために。あいつ、やっぱり変だな。まあいいか。とにかく、エリアの奥を目指そう。
ざまなもんだぞ。
やな。立ち直した。静かに。ちょうどいいタイミングです。奴が来ます。現れやがったな。てめえの相手は俺だぜ。行くぜ、おい。やってやるぜ。
くれた。ラオリックス、逃げられたか。けど、欅を助け出すことはできたぜ。長谷尾さん。長谷尾さんが助けてくれたんですね。ああ、お前の妹に頼まれてな。妹？へえ。あ？僕に妹がいるなんて初耳です。何？いや、けど。兄さん、よかった、無事だったのですね。お前、わざとやってんのか。つうか誰だ。お前、欅の妹じゃねえのか。あ、待ってください。なるほどなるほど。へえ、君が。長谷尾さん、あなたは今力を必要としている。かつて封印したアバターの力を。そういうことですね。お、彼女がいればそれは可能です。何？どういうことだ。後でネットスラムのブリッジに来てください。その時に詳しくご説明します。準備があるので僕たちは一足早く失礼しますね。行こうか、僕の妹よ。なんだって言うんだ。とにかく欅の言う通り、ネットスラムのブリッジに行こう。ブリッジに行こう。